一番最初はやっぱりなんかとにかく自分にできることってなんだろうってずっと思ってて、ずっと考えてて、たまたまその東京湾の花火がなくなって、それであれ、あのなくなった花火ってどうなんだろうってふと思ったんですよね。気がついたらもうその花火屋さんに電話してたんですよ。なるほど。で、ね、電話して今から行きますっつって日本橋の花火屋さんのところに行ったら、その丸玉屋さんっていう花火屋さんの社長が出てきてくれて、で、何ですかって言うんで、いや花火ってどうなっちゃうんですかねと、余ってないんですかって話をしたら、そんなの余ってるに決まってんだろうと、1年かけて作ってるものがあるのに、こんなもんあるよと、いくらでも、それを東北に持ってくってどう思いますって言ったら、東北に持ってくってどういうことっていう、要はそういう発想も彼らにはなくて、で、え、それどういう意味って言われて、でそっからもう口から出まかせですよね。いやもうその瞬間にバーッと思いついたことを喋ったんですよ。ただその花火使って東北で花火大会やりませんかと、例えば仙台で、でもひょっとしたらたくさん被災地でいっぺんに一斉にやっても面白いかもしれませんよね、と。でもしできるんだったら日本全国47都道府県で一斉にその日に花火が上がったらすごくないですかっていう話になって、そしたら向こうの若いクリエイター、向こうのクリエイティブ制作部長っていう人がいて、その制作部長の方がそれ面白いっすねと、全国の都道府県全部でやったらすごいかもしれませんねって話になって、物理的にはできると、要は自分たちのところでインフラは揃えられる、それをじゃあ上げる場所と、まああとその上げるためにやっぱりその職人を動かさなきゃいけないとかっていう実費とか、まだ作ってない玉の分とかっていうのがもし用意できるんだったらその企画は必ずできますよ、じゃあできるよねって思っちゃったんですよね。28日に思い立って、3月の、はい、今日花火屋さんに行ったのが29日で、翌日で、そう、はい、で今日は4月の10日、で観光庁に関してはもう全面的に協力すると、でその地元のお祭りとかもこれからやるとかやらないとかって判断がどんどん出てくるから、まあ、そういうものが出てくるのに合わせてその協力の仕方っていうのをどんどんまた拡大するかもしれないし、変わっていくと思うからっていうことで、まあ、結構観光庁とはこれから密にやって、もともと要は、ね、被災地に今なってるところって観光で食ってたようなところも結構あるんで、まあ、観光庁としてはそういうところからもサポートをしていきたいっていうのをすごい強く思ってるんで、その部分で一緒に今回のこのイベントで、まあ、観光客が行くかどうかっていうのは別としても、やっぱりしっかり作っていけたらいいなっていうふうに思ってます。大きなプランでいうと、その花火をいつ上げようと思ってるんですか。今の現段階の花火のプランとしては8月11日、日本人 の大事な文化としてお盆ってあるじゃないですか、はい、でお盆ってやっぱり東北地方だと8月13日から15日っていうのが、迎え盆から送り盆っていう考え方もやっぱりあって、そのお盆のタイミングになんか合わせると、これがなんかその送り火みたいなことになっちゃうと、ちょっとそれはまた違うのかなと思ってて、もちろん追悼の意味も込めるし、その亡くなった方への思いとか、あとはでも僕たちがもう一つ届けたいものとしては、思いとしては元気になってほしい、要はその花火の持ってるドーンっていうこの賑やかさとか華やかさでやっぱり気持ちよくなってほしいのはあったから、花火師とかって本当にこの夏がなかったらないから、仕事なんて、花火師も多分相当辛い目に遭ってんだなっていうのを今回花火師と話ができたから分かったっていうのがあって、
でね、しかも地元のお祭りとかってそれに命かけてる人たちがいっぱいいるわけじゃないですか、うんうんうん、1年かけてそこに準備してるわけだね、うんうん、それをね、なんとか 100% にはなれないかもしれないけど、うん、そこの 10% でも俺たちが手伝えるんだったらそれをやった方がいいと思うし、うんうんうん、で地元の祭りを復活してもらうっていうのがもう一番だと思うし、本当に行ってみないと分かんないですからね。分かんないですね。どんなね、もしかしたら門前払いかもしれないし、ね。でまあ上から順番に行って、うん、門前払い食ったら今度逆に下から上がってきていいから。まあそうですね、うん。やれることをやって。そう、一個一個。そう。商工観光課の方はテントにいらっしゃる、はい、なんか物品管理してるテントにいらっしゃるってことなんで、そちらに向かおうかな。立ち直るためっていうのもちょっとおこがましいけど、これからこの町を建て直すのに夏のこととか、そのこれから先のこととかを、まあ、どういうタイミングで考えられるのかっていうのはちょっと純粋に聞いてみるっていうのはあると思いますけどね、うん、なんですかねこの匂い。いや、磯の匂いにもちょっと泥の匂い、うん、あと家屋と、はい、今後のその何ですかね、はい、お祭りですとか、はい、そういったこのエリアで行っている今の行事とかもたくさんあると思うんですけど、はい、そういったものって今後なんかどのようにこう、まあ、いつ頃から考え始めていつ頃から動いていくとか、あ、そういったことをちょっと話を伺いたいと思います、ね、ページから話だけでもお伺いさせていただいて、はい、ちょっと状況を聞かせていただければと思いますので、はい、仕事は仕事でやってるんですね、やっぱりね。彼らは彼らで、彼らの仕事をやっぱり進めてる。もちろんもちろんもちろん。っていうか、やっぱまあリアルなそれどころじゃない的な。あ、今ですね、あの駅の目の前にいます。はい、ですからすぐ戻ればもう3分ぐらいで戻れます。はい、あ、わかりました、すぐ参ります。テントですね、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。失礼します。はい、はい、テントに、え、あの物資が入ってたテントでちょっとお話しいただけるそうで、うん、課長とちょっとお会いして、はい、はじめまして、この度はごめんなさい、本当にすいません、私、名刺すっかり流されてしまいました。私ども東京都では、うん、たまたまあの東京湾の花火大会ですとかが、うん、中止になりまして、でそこの、まあ、花火をやっている、運営している者たちと、あと、まあ、その協賛企業各社さんとお話をしている中で、この中止になった花火大会を、東北 の, その被災地の皆さんがやられるお祭りとか花火とかと一緒にやって、その向こうで要は盛り上げることっていうのはできないのかっていうお話がありまして、でそれでちょっと私どもすごい思いついて、ある一個のプロジェクトでライトアップ日本っていって、その東北の今回被災地を中心とした、あの、まあ、大体30カ所ぐらいを一応目指しているんですけれども、である一日、まあ、日にちはもう皆さんと協議して決めていくんですけども、ある日に、夏のある日の夜に
みんなで一斉に花火大会をやるっていうようなことを考えておりまして、うん、一番今問題になるのはもう現地でそういった元々そういう花火大会とか亀井さんもやられてると思うんですけれども、うん、そういったものをそもそも、まあ、やるやらないっていう判断ももちろんありつつも、例えばやる場合でも 100% は今までみたいにはできないと思うんですが、私どもの、その用意したインフラですとか花火の玉ですとか、こちらの方で用意したその何ですか、準備したまあものですよね、そういったものと合わせて一緒にそのお祭りをなんとか作ることはできないかなというお願いを、実は今回このまあちょっとまず今回本当に初めてだったので、まず釜石さんから来て、で今度次 僕たちは宮古行って、大船渡行ってっていうふうにちょっと動いていきながら宮城の方にも行こうと思っているんですが、一箇所として一緒にご協力いただけないかなというようなお話でこちらまで来た次第なんですね。全然また白紙わからないですよね、はい、理由は間違いないと思うんですね、うん、で主催者から見た場合に、はい、今イベントの話っていうのは不謹慎だっていうのもあるだろうし、ね、はい、今のようにどっかで一つこう区切りをつけて、はい、団結しようよっていう意識も持ってる人もいるだろうし、はい、まだまだ今の時点でどうかっていうのはないですよね、はい、まだまだ我々として話題に出すこともちょっと厳しい、はい、わかります。本当に次のこうフェーズに移るときにですね、はい、もうぜひちょっとご協力させていただきたいと思います。お話は相談したいと思います。そうですね、でいろんな情報を聞きながら、うん、ありがとうございます。他とのそうですね、で僕もこれから本当にいろんな町にも行ってきますの で、はい、でそれでまた聞いたお話とかもちゃんと共有できますし、まあ、今回は本当ちょっと一応国のバックアップも今のところではいただいてますので、うん、ここからもっとこう企業さんがついてくれば、うん、実現に向けてグッと話すと話が進むと思いますので、本当にとかまずはここは一つ踏ん張って越えないといけないと思うんですけど、ありがとうございます。研究室、はい、大学院の研究室、うん、これ、ね、高田さんも いたの、うん、僕もいました。僕は1階の向こうの方でしたけど、ね、どうしたくん、ちょっとお久しぶり。そうだよ、ちょっとお久しぶりだね。あんたちょっとどうなってたのよ。全然寝ない。だってさ、ここまで来たんだよ。昨日ね、この電信柱が立ったの。あ、昨日立ったの。そう、昨日撮ったばっかりなの。もうすごかったんだから。見てで。見てた、見てたんですか。見てました。センターの先生とか学生もみんなうちに逃げてきて、でここで立って見てて、もうすごいのよ。ぐわーってきた。下からみんな来るから上がれ上がれって言うんで、ここからまた必死で。まあそりゃそうだよね。走ったのあって。そっから山田はどうやって行ったの。なんか山田の中。山田じゃないの。ここを。上がってたとこなんだ。三陸園ってね、あるんですよ。老人ホームがあるんだ、ね、老人ホーム。そこまで先生たちみんな歩いて2時間半ぐらいかかるかな。で、そこで一晩過ごしたの。なんで家自分たちの家に戻ってきた。私はもう行く予定で荷物積んだんだけど、もう火事で、すごいんですよ。ガスがボン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 爆発して向こう側。で、火の粉が飛んでくるんで、もう私必死よ。せっかく津波に遭えなかった。ここでバケツリーダー、一人でバケツリーダー。家は向こうあれガスが燃えたの。ガスっていうか火事が起きて全部燃えてたもんだって今話してきた。それでほら一軒燃えるたんびにガスがボーン。食べた食べた。すごかったよ、その夜も。昼は津波で本当に吉武に見せたかったよ。本当に良かったよ。
さっさとしてきてさ、で船はほらそこにいるでしょ。いや子供たちの勉強ライターあります、うん、ライター、ライターあるよ。でね、これね、豆たんこたつなの、長野のメインが持ってきたの。あ、これでつけなきゃないけよ、どうにかして。でもううちの姉家族とかみんな木の実木のままだから、もう何にも持って出ないから、うん、おお。とかね、ちょっと壊れてるから。これで大丈夫よ、もう、うん、あのね、どっか割れてて。あ、本当だ、ちょっと音に当たるとどうなるか。おお、すごいね、軽い。来ました。昔あの大槌 の, あの研究所でちょっとお世話になった高田と申します、はい、もうずいぶん前のもう7年とか8年前ですね、の時にちょっとずっとお世話になっていて、本当だからあの町の人とか役場の方って多分今もっとやらなきゃいけないことがたくさんありすぎちゃって、うん、ちょっと僕たちの話ってもなかなかしにくかったんですけど、うん、あの例えば本当にそれが地元の方の、まあ、ためになるって言ったらあれですけど、一緒にそういう風にやれるかどうか、要は僕たちが全員なんか全部その花火の玉とか職人さんは送れるんですけど、警備員か何から全部っていうのはちょっと難しいので、例えば町の方と、まあ、こうやって今集まっていらっしゃる方と一緒にそういうここ会場だよって決めたら、みんなでちゃんとね整理していただいたりとか、あの本当に町の方と一緒にできるかどうかがもう一番の先際だったんで、 やりましょうよ、あの連れてくはい、一緒に行ける、どこでも行けます、はい、よかったな。でもう本当にそのお国 の, その上の方から話を落としていくっていう準備も今できてるんで、もうぜひ本当、まあ、あとはもう町の人からやりたいって言ってくれれば、もうそれでできちゃうんですよね、なんとか。だって俺が疲れたっつったら、もう大変です、うん、どうしようもなくなっちゃう、まあ、ギリギリなんとか頑張れるところにとどまってるから大丈夫だよ。公民館の感じです、はい、
ボランティアってことではないんですけれども、もうたまたま仲間で集まって、有志で実行委員会を作りまして、それでもう企業さんとかに当たり始めて、先にちょっと東京の方が動いてしまって、お金ももうつきそうだし、国からのサポートももらえるので、地元でさえ OK さえしてもらえれば、もうすぐ実行に移していけるようになるんですね。でそうなればもっと例えば1箇所でも本当に OK していただけると他の地区にも話もできますし、花火を打ち上げるところは半径 300m だけ守ればあとはもう本当に人はどこに行っても構わないということなので、そのエリアさえどこかで取れればもう打ち上げるそうですね。ちょっとこの人たち障害学習課で受け取って、あとはまあ本部なり亡くなった人はどこの部署に流してみたいなのをしました。一応窓口になります。一応窓口になって一応話は今すぐそういう日時が今すぐはもう決してないので、一応窓口に行って決してっていうことで、ボツになるかなるかもしれないし、どうかわかんないけど一応決して、はい、ありがとうございます。じゃあこれは皆さんにご説明たくさんあるんで、はい、一応OKはします。やりくりあるのもしてあんかもうダメだってあんかもうダメだって。よろしくお願いします。よろしくお願いします。夏のタイミングでなんとか手助けできたらいいなと思って、そしたら頼もしい小学生が俺も頑張るって言ってくれたんで、ぜひ。はい、よろしくお願いします、はい、その次はまたお連絡させていただきます。はい、僕たちからもお願いさせていただきます、はい、ありがとうございます、はい、います。ありがとうか、またね、りょうすけ、またね、どうも。これはすごいな、ちょっと。その前3日間もおじさんですよ。うん、なんとすごい山田町で、うん、その TBS のあの森岡さんが、うん、いつもお世話になって、その一緒に要は避難した相手の人とも話をしてたら、うん、その人がたまたま山田町の花火を仕切ってる人で、で青年部会っていうのがあって、その青年部会で岩手のその町がみんな連携してるやつがあるから、うんうんうん、そこで今度発表の場を設けて、そこで提案すると。よかった。よし、これで南三陸町も協力してもらおう。そうしたらもう一挙に繋がりますよね、うん、一気に行ける。金曜日にふと思いついたんだよね。あれ、そういえばあの子に聞いたらわかんじゃねえのと思って電話しちゃったの。なるほど。本当に普段電話なんて絶対しないし、だってもともと会ったことも金曜までなかったんだから、うん、不思議。降りてきたんですよ。そうですよね。そこでなんで電話したんだろう、本当に。まあそこに理由を求めることはないんですよね。ね、そうだよね。花火の玉があって、あげる場所がありゃあげればいいと。そういうことだよね、あ、うん、げなさいと。そうそうそう。一応花火屋さんの協力をもらっていて、あの東京湾の花火大会をやっている会社さんが、あの、まあ、とにかく協力してくれるっていうことだったんで、まずは整理がついて、ある程度気持ちの落ち着き度合いとかもあると思うんですけど、ちょっと早いのかなっていうのが、うんうん、正直なところ必要なことだとは思うんですけど、先に進むっていう、もちろんそれを考えている人もいるけれども、今必要なのはこう、例えばあなたが
やってることが安易だとかって言いたいわけじゃないんだけど、そういう簡単な励ましだったりとかメッセージだったりとか、もうこれからものだけでもなくって、その生きていくために自分たちがさどうしなきゃいけないかっていうのを今行政も決めてくれない中で、指針だったり青写真だったりっていうのが、その今のこの町にはすごく必要なのかな。てか見ないとやっぱり分かんないし、僕らも結局向こうで見せたものと全然違うから、うん、大津市なんてだってそんなテレビでほとんど出てなかったんですよ、ね、で行ってみたらなんか色違うんですよね、燃えてたりとかして。大津市に行って思ったのは、例えば子供だったりとか、やっぱ地元で仕切って本当に気張って頑張ってる兄さんたちっていうのは、まあ、そういうこともやんなきゃいけねえんだっていうふうにも思ってる人たちもやっぱりおっしゃる通りいて、で大津市はコミュニティがちっちゃいからまとまりやすいだけの話で、ただそれが多くなればなるほど考えてることみんな多分絶対違うし、でもう本当に立ち直れない人もいるだろうから、それはあのタイミングも含めてやっぱりヒアリングは続けていきながら 話をね、その、まあ、この話をするんじゃなくて、まあ地元の人と話がしたいです、ね、反応が良ければ、まあ、話はねできるかもしれないけれども、そうじゃなくてそのどう考えてるかっていうのを話は聞いてないかもしれないね、うん、こういうことをやろうとする、そうですね、いや僕もそう思います、うん、今回の以上の目的はそれもあったんで、うん、だから、まあ、そういう意味だったら、こちらねもう知り合いにしてるたくさんいるからさ、うん、その漁師さんにしてもらうにしてもさ、一番リアルな意見ですよね、うん、多分そういう人が圧倒的に多いと思う、うんうんうん、だゴールデンウィークの頭の週とかのタイミングで、うんまあ、もう一回来ようかなと、うん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 、で大津市はもうあれにしてもそれ以外のところで行けなかったところ、うんうん、今度は大船渡とか、うんうん、宮古とかっていうところもちょっと行きたいなと思ってて、うん、まあ打てるところは当然入っていくし、うん、入れてないところはもう一回行こうかなと、うんうんうん、では次はもう本当に当たって砕けろかな。なるほど、うん、そうなんですよ、こういうのはねずっと変わらずまた日は沈んでまた登ってきて、そう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 、